はい、どうも、寿司です。本日もモンストやっていきたいと思います。本日は、この、キスショットアセロラなん、せっかくさっきまで言えてたのに。この子に、英雄の証を渡したいと思います。まあ、せっかくなんでコラボキャラ一人にね、ついててもいいかなっていうところで、先月、9月じゃねえ、8月の夏休み中に頑張った、やつをあげたいと思います。 GO! ほっ、よし、ウェイ、やりました。ほい、はい、じゃあまあこの子は何かつけたいと思うんですけど、何がいいんだろうこの子は。わからん。まあいいや。でこの前いろいろちょっとあれですよ、神引き的なところまでいかないですけど、引きが良かったんですね。で、間違えちゃった。まあ、いいや。で、真珠ちゃんなんですね。いろいろどこ行った?あって、こうなりました。やっぱ砲撃型大好きですから。ね、でもこんなに強い。まあ、いいか。今日の本題はこうで、これではないんですよ。ちょっと余興的なあれですけどもね。これでもなくて、明日でいっぱいになるんで、明日、僕はレベル3でいきたいと思います。でもなくて、4日間って言いながら、なんで俺3出してんのって。これ映像撮っときゃよかったな、俺の。まあ、いいや。4日間、無料ガチャあったじゃないですか。で、あれの、僕は取りだめをしてましたので、一挙に出していきたいと思います。では、どうぞ。はい。じゃあ、1日目です。引いていきましょう。国内3500万人突破。金玉確定。星5キャラの出現率はアップ。いきましょう。星5キャラがアップしてるんです。GO! さあどうでしょう。初日。けっ!意気込んで引いちゃダメなのかな。さあ、初日は何かな?君久しぶりに見たね。どんのキャラ?まずは鉱物。でもまたボールへちっちゃいんだからさ、ね。小さいよ。2日目です。行きましょう。これは美味しいガチャですよね。全部金玉確定ですよ。ペッ。あ、今日は何が出るかな?重心化のおじさんが来ましたね。あんまり嬉しくないのはなんでだろう。バッハでございます。ちょっと僕の中で今更感がすげえな。そしてなぜかレッドスターズを一回引いておきましょう。軽くね。組み割り人形。はい、3日目です。あれ?いつもより声が大きい気がする。入れていきましょう。さあ、何が出るかな?届いた!なんか音がでかい気がする。気のせいかな?いやー、ほんと星5縁ないな。はい。4日目です。引いていきましょう。何が出るかな?感謝。はい。いかがだったでしょうか?僕の爆死の遍歴。見ていただけましたか?多分、運のいい人は4日間でパンドラとかノストラダムス出てると思いますが、僕は、個人的に、ごめんなさい、外れのバッハだったので、オール爆死という結果となっております。
ご視聴ありがとうございました。バイバイ。